でもそのセッティングのまあいいです。なんとか入る。おはようございます。おはようございます。おはようじゃないけど。いや、おはようございますので。おはようございます。あっと夜12時。今日はですね、レコーディングですよ。レコーディング。うるさい。やめろ、それで音量稼ぐの。まあ、僕たちメイドインミーはいつもこういう感じでゴッパーでドラムを取ったりしてるんですが、ですね、なんやろ、このこれ使えるのかな。使えるよ。え、だってこの間俺使ったもん。あ、ジェイソンですか。そう、まあ、この機材を使ってですね、なんとか頑張ってレコーディングしているわけでございますが、ハイハット、じゃあ4番。今日は新曲を3曲ぐらい、1曲か、実質撮るの。でも実際撮るのさ、やっぱ空挺はあっちでいいんじゃん。打ち込み、まあそっちの味あるよね。純愛と、なんなら俺純愛もね、なんか打ち込みでいい気がしてきちゃう。そう、だから一応もう純愛と容疑者を取り、うん、今日取ってって感じだね。お、じゃあ今月中にリリース不可避か。やめろ、ネット用語やめろ、マジで。リリース不可避。スコがうざい、一番。スコめっちゃうざい。俺結構容疑者スコだからな。やめろ、スコ。誰だよ。うん、まあそんな感じで今日はやりたいと思うんですが、彦さんはというと、まあこんな感じですね。ちょっと今日はお疲れみたいで、まあやれることをちょっと、あれ予備者って前回のプロジェクトやって、いや、あれはちょっと尺も全部違うんだっけ。もうアレンジも違うし、ベース下手だし、違う、取り直しだから、どの道プロジェクトだったらあれじゃん、クリックとかはそのまま使えるやん。合ってた。でも尺違うん。え、尺変わったっけ。2ビートになってないもんね、だってあれ。あ、そうそう、全然違う。そうで、そういう感じで、なんかベース下手だし、もう今にしようか。いや、今の方が絶対いいよ、多分。絶対いいよ、多分。ってな感じですわ。このパンツマジ足長く見えるわ今日は。今日はそんな感じでやっていきたいと思いますんで、何卒ね、ご支援よろしくお願いいたします。今日はセッティングの方法をみんなに教えるよ。だるい。え、そのための動画じゃないの。俺らが見る用の。ここがL、これあれですね、 L だね。 L ってどっちから見て L だね。ここがドラムからで、これですね。どっちでもいいよ、撮ってるよ。で、これが LR、 これがキック、これです。これ、ここがハイハット、ハイハットですね。で、ここがスネアですね。それスネアちょっと多分狙えてないな、あんまり。もちろん、いや、まあ、この辺でいいか。うん、まあそんな感じですね。で、今日はドラムとベースを一緒に撮ろうかということで、うん、なんだろう、ベースラインだね。うん、ここにシートぶっ刺します。ここに画質よ。で、で、まあ、インターフェースね、やっぱマジ音違うらしくて、ほんとこれカス中のカスみたいなインターフェースっぽいんだけど。そう、何年前に買ったの。いや、これ俺買ったのね、10年前です。中学生とかでしょ。俺が中3で、あの前期後期受験あったわ、ゆかりの時。一番最後の。そう。で、俺ゆかりに一番最後の。俺前期受験で受かって後期の受験料を払わないで済むようになったら、その浮いた金でいろいろ買ってやるって言われて、で前期受験で合格したんで、これと自転車を買ってもらいましたね。自転車じゃないんだ。前期後期落ちたわ。自転車を買ってもらいまして、そう。これは彦のか。
俺のか、ヒコモか、ヒコモカプチャーみたいですね。で当時やっぱあのミックスという概念俺知らなかったから中3の時買って、あそうだよ、刺さるよ。え、奥まで刺さるよ。奥まで刺さるよ、頑張れば。そう、ミックスという概念を知らなかったからこれでボリューム調整だけして CD 出してた。へ、やばいよね、クソ、マジクソ音、マジ本当に音クソ、マジスコー、スコー、あの音源はスコーにはなれなかった。まあそんな形で今日は、スタジオワーク始まります。それでは良い夜を。